はい、ということでスタダヒーローズ配信1周年記念イベントが決定しました。やったー。早速タイトルから、はい、どうぞ。いきます。超スタダヒーローズ2024西葛西の陣。いやー、日にちは日にちは、2月の3日土曜日でございます。はい、そして場所が東京スクールオブミュージック&ダンス専門学校、そして9階のライブスペース1にて開催されます。はい、ということでもう早速今日打ち合わせしてましたけど、はい、どんなイベントになりそうですか？いや、もうめちゃくちゃ楽しそうじゃないね。お客さんともファンのみんなともこう交流できるような内容になってるとは思うので、うんうんうん、ね、僕たちも楽しみつつ、まあ、初のこの対面のイベントっていうこともあるんで、はい、もうみんなの顔がやっと見れるっていう、そうだ、楽しみの1周年、記念すべき日になると思いますので、うん、はい、ぜひ皆さんお待ちしております。お待ちしております。で、詳しい情報はこちら、はい、下に、はい、ここにあるみたいなので出ると思いますので、ぜひチェックしてください。会場で待ってますとか言います。握手しようぜみたいな。なんだっけ会場で僕たちヒーローと握手しよう。なんだっけ。西葛西で僕と握手。それだ。握手したら言わないわ。握手ないから多分。そう、握手できないから。小目印でないです。テロップ入らない。握手はできません。握手会はありません。ありません。それでいい。ピンポン。それでは。西葛西で僕たちと握手。会場で待ってます。ここら辺に入るかな、テロップ。